はい、皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。本日も中島さとしオンライン始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日はコブの滑り方第3弾ということでですね、ズレと、しなりの関係性のズレを 20%、あとしなりを 80% で滑る滑り方をお伝えさせていただきたいと思います。これはですね、まずですね、のり面のほとんどですね使わない、まあ、20% ですから、まあ、ほぼ、のり面というよりはほとんどはこの溝ですね、溝のところを滑っていくような滑り方になります。で、この場合はですね、一気にスピードが、スキーやしないながら回っていきますので、非常にスピードが出るような感じに感じます。ですけれども、これをですね、上体、まあ、特に股関節ですね、股関節をしっかりと曲げる、まあ、この中にはインナーマッスルの大腰筋とかありますけど、これをしっかりと吸収することでスキーがしなっているものをしっかりと上から圧力をすることによって抑える。そしてそのままですね、その抑えたままスキーが次のターン、次のコブに入っていく、急斜面に入っていくので、その時にエッジが切り替わって、そしてそのまま溝に入りながら、また同じように上体をブロック、上から潰してスピードをコントロールするという滑り方になります。で、これについてのこのポイントとしては、上体をピタッとかぶさなきゃいけない。ですけれども、かぶすときに両スキーの真上にお尻が入った状態でかぶす と、上体が本当に潰れた形になるので、必ず両スキーよりもお尻が外交、要は外れたポジションをキープしながら潰すというのがポイントになります。まあ、これは実際ですね、コブの中ですので、非常にやってみるとちょっと最初怖さがありそうな気はするんですけれども、まあ、試してやってみるとですね、意外とスピードがコントロールできるなということを感じると思います。で、ただしポイントは、先ほどお尻が両スキーより外れているっていうのは、これがなかなか多分最初難しいと思いますので、ぜひですね、これはですね、整地のところで少しトレーニングをしていただいてからやっていただくといいのではないかなというふうに思いますので、参考にしていただければ良いかなと思います。はい、それではですね、今日はですね、コブの滑り方第3弾ということで、ズレは2割、まあ2割よりちょっと少ないですかね。で、バンクの溝を使って、しなりが8割ないし8割以上という滑り方をお伝えさせていただきました。皆さん最後までご視聴していただきましてありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。